SYK と書いてサイと言います。どうもサイチャンネルのサイです。このチャンネルでは映画の最新情報、復習考察、こねた感想を中心にお届けしています。今回は MCU フェーズ4の最初のドラマ、ワンダビジョンの1話と2話の考察を行っていきます。また MCU や SPUMC 関連の動画も多数出していますので、ぜひそちらも見てみてください。それでは早速いきましょう。まずは偶然かもしれませんが、1話の冒頭のカレンダーに関して、ワンダとビジョンはカレンダーの23日がどんな特別な日か分からずにいました。月を見ると8月になっています。2019年8月23日は D23 エキスポというイベントが行われた日付であり、ディズニープラスにフェーズ4のドラマ3作品が追加することが発表された日です。またこのイベントでワンダビジョンにダーシーやジミー・ユーのキャストの追加が発表されました。さて次は細かい考察に行きます。まずは CM に関して、1話ではスターク・インダストリーズのトースターの CM が流れていました。またトースターの音がアイアンマンのリパルサー音と酷似しています。そしてパンが焼き上がるまで少々時間がかかり、女性は少しじらされているような表情を浮かべていました。思い出してほしいのはアベンジャーズ・エイジ・オブ・ウルトロンに語られたワンダとピエトロの過去。彼らが10歳の時、一発目の砲弾で両親を失っています。さらに2発目の砲弾が2人の目の前に来たわけですが、それはスターク・インダストリーズの不発弾でした。そしてそこから2日間その不発弾に怯えていたと語っています。つまりワンダのこの過去の潜在意識が反映されたのがあのトースターの CM だったのだと思われます。2話ではストラッカーという時計の CM が流れます。これは前回の動画でも話しましたが、こちらはアベンジャーズエイジオブルトロンのヒドラのストラッカーが施した人体実験という過去が CM に反映していると思われます。となればもしかすると3話ではウルトロンに関係する CM が流れるかもしれません。次は色に関して、1話と2話はほぼ全てが白黒で物語が展開されます。しかしその中にはカラーのものも登場していました。まず最初のカラーは1話の CM で登場したトーストランプの赤、次は2話のおもちゃのヘリコプターの赤と黄色、次が2話のドッティの血の赤、そして最後は2話のラストシーンで白黒から全面カラーに変わるシーンです。最後に関しては他のカラーと意味が異なると思うので、それは一旦置いといて話を進めます。トーストランプの赤とおもちゃの赤と黄色、そしてドッティの血の赤に共通しているのはどれもビジョンのイメージカラーであるということ。赤はビジョンの体の色であり、黄色はマインドストーンの色です。そして視聴者の方に教えてもらったことなのですが、生まれたばかりの赤ちゃんは白黒や赤のものを好む白黒赤理論というものが存在するようです。このことからヒントを得て何が言いたいかというと、ワンダの現実改変能力はまだ未熟であるため大半が白黒、そして他と区別できる色としては愛するビジョンのイメージカラーの赤と黄色でしか色分けができない状態なのではと考えました。自分でも少しこじつけ感を感じていますが、じゃあなぜビジョンの色は白黒だったのかという反論がここで浮かぶと思います。ビジョンはインフィニティウォーの時に死んでいるため生きているはずがありません。ですので1話と2話の終盤まではワンダの想像で作り出した偽物であったため白黒だったのではと思います。しかしワンダの未熟だった現実改変能力が完全なものとなったことで2話のラストで全面カラーとなり、死んでいるはずのビジョンでも生き返ったのだと思います。次は外からの異物に関して、こちらも視聴者の考えをもとに考察していきます。2話ではヘリコプターのおもちゃとラストシーンでの謎の人物が登場。これまで公開されている今作の予告では、まがまがしい壁の外をヘリコプターが飛んでいるシーンがありました。また1話のラストシーンや2話のワンダがおもちゃを見つけるシーンの直前にはプロペラの音が聞こえます。このことからワンダのこの世界の外の周りをソードが囲んでおり、ソードのヘリがワンダの世界に侵入したことによっておもちゃとなってしまったと考えられます。また2話のラストシーンの人物に関しては周りに蜂が飛んでおり、その人物自身も養蜂家のような格好をしていました。おそらくもともとはソード専用の防護服を着ていたと思いますが、ワンダの世界に侵入したことで勝手に格好を変えられたのだと思います。つまりワンダの世界に侵入した外のものはその世界に適した物質に強制的に変えられてしまうのだと思います。次は視覚に関して、おそらく現状あのシットコムの世界観はワンダが作り出したものだと考えられ、物語のほとんどは笑えるシットコムが展開されます。しかし時々不信感を抱いてしまう人物が登場します。現状最も怪しいのは隣人のアグネス。彼女はワンダが引っ越してきて初めて接触した人物です。2話でワンダがヘリコプターのおもちゃを見つけ怪し始めた時にそれを遮るかのように登場。今思うと1話の最初のアグネスがワンダに質問するシーンも、
ワンダに過去の記憶があるのかどうかを確かめているかのように思えてきます。次に怪しいのがハート夫妻。1話の解釈のシーンではハートが必要に質問したかと思えば喉を詰まらせ倒れ、ハートの妻も同じ言葉を繰り返していました。この2人に関しては誰かに操られている可能性があります。他にもドッティなども怪しいですが、ここで言いたいのはワンダの世界にはワンダが想像で作り出した人間だけではなく、それに紛れてヴィランが操っている人間、もしくはヴィラン自身が潜んでいると思われます。さて最後はとんでもない事実です。1話のラストではシットコムのエンドロールが流れ、そこには複数人の名前が確認できます。これを1人ずつ検索したところ、1人だけ過去の MCU 作品に登場した人物がいました。それがアベ・ブラウンです。アベ・ブラウンはスパイダーマンホームカミングに登場した人物で、ピーターと同じ学力コンテストチームの生徒でした。しかし調べてみると、彼はサノスのスナップを免れているため現在は高校生ではありませんし、このシーンではアベ・ブラウンがこのシットコムを監督していることになります。彼もモニカ・ランボーのようにワンダの世界の住人なのでしょうか。はい、いかがでしたでしょうか。まだまだ謎だらけの今作ですが、これから徐々に解き明かされていくのが楽しみです。チャンネル登録、コメント、高評価、ツイッターの方もフォローお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。